夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間です。今週はこの夏おすすめの工場見学、社会科見学、旅行口コミサービス、トリップアドバイザーに集まった口コミをチェックしながら大人の自由研究にもおすすめ、工場見学、社会科見学スポットをご紹介です。今日もですね、トリップアドバイザー株式会社 PR マネージャーの東真奈さん、お願いします。今日ご紹介するのは JAL 工場見学スカイミュージアムです。東京都大田区羽田の方にございます。こちらはですね、日本航空がやってらっしゃいます工場見学でして、工場見学コースに参加されると展示エリア、航空教室、格納庫見学という3つをすることができます。こちら非常に人気のようなので、インターネットで確認して予約をされることをお勧めします。まずですね、展示エリアなんですけれども、ちょっとユニークなのが、案内をしてくれる方々が実際に整備士であったりですとか、あと運行乗務員、客室乗務員などの経験をされた方々らしいので、それぞれの経験を生かした説明というものが聞けるそうです。展示エリアではまた人気が高いですね、パイロットや、キャビンアテンダントの制服を着て撮影することもできるそうです。歴代のキャビンアテンダントの制服の展示などもあるようなので、非常に楽しめると思います。口コミを見ていますと、やはり一番人気があるのが格納庫見学ですね。こちら巨大な旅客機を実際に目の前で見ることができるというふうに、非常に迫力があるそうです。実際に整備士の方々が整備をしている姿や本物の飛行機を間近で見ることができるというので、非常に人気です。やっぱり一番多かったのは多分、飛行機に乗りたくなるっていうような口コミが非常に多かったです。またですね、安全への取り組みが非常によく分かって、お仕事の内容も知ることができて、そこがすごくいいっていうような話もあります。やっぱり飛行機というものを結構好きな方々が多いのだなというふうには感じました。はいね、でもこうジャンボジェット機、旅客のこの整備工場ってね、ちょっとこう子供心くすぐらいね、やっぱみんな乗り物好きじゃないですかね。乗るだけじゃなくて、この乗り物をね、いろいろメンテナンスしてる、現場って行ってみたいですよね。あとちょっとやっぱこう機長のね格好して写真を撮ってみたりとか、実際のこう整備士の方に直接教えていただけるのは嬉しいですよね。僕飛行機周りですと、よくほら JAL かどうか、日本航空かどうかわからないんですけど、ピカチュウジェットとか、いろいろラッピング広告のジェット機あるじゃないですか。ラッピングしてるとこ見たいんですよね。でかいね、ジャンボジェット機にどうやってこうラッピングするんとかね。またあれを逆に剥がしてるとことか、ちょっとそういうところも含めて、飛行機の格納庫、中でどんなことが行われてるのか非常に興味ありますけど。はい。この夏、旅行には行けないけど、ちょっとこう空の気分を味わえる JAL の工場見学スカイミュージアム、これね、見学料金無料です。展示エリアでぜひ、見ていただきたいのは JAL の歴代航空機50分の1サイズのモデルプレーン、螺旋状に展示してある様子はですね、圧巻だそうです。そして人気の格納庫見学、写真撮影もね OK ということで嬉しいですよね。大人も子供も大興奮間違いなし、 JAL の工場見学スカイミュージアム、アクセスは東京モノレール新整備場駅下車徒歩2分です。サイバーラボ、明日もどうぞお楽しみに。